士官は各国軍隊などの組織の士官学校などにおいて、傭兵などの初級士官教育を受けた軍人で、階級が少位以上の部官を呼ぶ。将校とも言う。なお、1868年のオフィサーの日本語訳は士官であったが、1887年頃から将校に変わった。下士官の上となる自衛隊では、 3位以上の幹部自衛官がこれに相当する。また、船舶用語として、士官を用いる場合は、船長、機関長、航海士などの高級船員に対しても使われる。中国人民解放軍や中華民国国軍では、士官は軍官と呼ばれ、士官は可士官を意味する。日本軍では、士官に独自の定義があり、日本海軍においては、将校と士官とは、 厳密に区別されていた。また、日本陸軍では、明治時代から大正時代を経て1937年2月14日まで、将校のうち遺憾に相当するものを、士官、左官に相当するものを上長官と呼称していた9月22日、直令第427号により士官、上長官の区分を廃止。本校では、 カミーシャンド・オフィサーの日本語訳としての講義の士官制度について記述する。キティホークの士官用食堂軍隊の士官は、当初貴族など支配階級に近い階層の出身者が任命されており、役職ではなく身分のような扱いであった。しかし、近代以降は軍隊の専門家が進み、士官養成学校で教育を受けた者が任用されるようになった。一般的に士官は、 基本的な軍事教練を受けた後に指揮官としての教育を受け、さらに専門となる陛下について学ぶ。もっとも、兵卒から歌士官への承認は通常のことであるが、歌士官から士官への承認は限定される国が多く、そのため本来的身分は歌士官に属しながらも、特に事例を受けて、士官と同様の待遇を受ける、純士官制度が発達した。士官は元首を代理するものとされ、 陸軍では、小隊長または中隊長以上の部隊の指揮官は主官を持って当てることが通常である。また、海軍にあっては、対外的に国家を代表する軍艦は、絶対に主官の指揮官になければならず。このことは、国連海洋法条約第29条に現れている。また、航空機のパイロットは高度な権限を有することから主官に限られる国が多い。 主官の地位や出身階層における性格の残死は、捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーブ条約第49条などに見られる。道場においては、第1項及び第2項で捕虜の労働者としての使用を認めている。ところが、第3項ただし書きにおいては、将校またはこれに相当する地位のものに対しては、いかなる場合にも、 労働を強制してはならないと規定して、本人の志願がない限り士官に労働させることを禁じている。兵卒及び下士官の階級制度は国や時代によって多様であるが、士官制度は比較的共通性が見られ、召喚、左官、以下に大別され、おののが大中小に区分されることが多い。士官の任用教育については中等教育修了者を大学相当の 教養教育及び軍事専門教育を行う士官学校において教育士卒業した20歳前後のものを商位として任用する国が多い。士官学校を経ないものを士官として任用する制度を有する国もあるが原則として高等教育修了が要件とされることが多い。かつては自衛隊の幹部候補生採用試験を大学卒業が受験資格とされていた。 その他一般大学在学中の学生に士官としての教育を行う制度もある。先進国の軍隊では高学歴化に伴いこのような士官の採用区分の多様化が進んでおり、アメリカ軍の士官は士官学校卒業者より一般大学出身者が多くなるに至っている。国民開閉制度を維持している国では、徴収兵の中から選抜して士官候補者とする国もある。また、 医師、パイロット、弁護士など要請に、時間のかかる職種は、士官待遇。高度な技術者は、士官に近い待遇の特技兵や、技術将校として採用する枠を別途用意している、国が多い。アーサー・シー・クラークは、第二次世界大戦時に動員された当初5条だったが、レーダー技術者として評価され、福音時には、技術将校となっていた。可視官以下とは、 福利厚生面で待遇が異なり、一定規模の基地や駐屯地には、幹部専用の食堂や、主幹室が設けられていることが多い。小型艦艇や潜水艦は狭いため食堂は共通であることが多いが、空母などは余裕があるため地上基地と遜色ない主幹室が用意され、食堂で提供されるメニューも異なる。ただし自衛隊では、隊員の食事は階級に関わらず同一である。 陸上、航空自衛隊では、幹部用と総始用は大部屋をパーティションで区切り、椅子やテーブルを木製にしただけの中屯地、基地が多い。海上自衛隊では、陸上部隊、航空基地等は、陸上、航空自衛隊と同一であるが、官邸においては配食の際、士官室を食堂として使用し喫食する。また官邸では、メニューは、総始と同一であるものの、 専用食器に盛り付けがなされた上で役員と呼ばれる当番業務を行う会士が給仕を行う。一方でアメリカ軍のように給食が有料となるなど貴族が戦争費用を自己負担していた時代の名残も残っている。なお、冷戦下での東側諸国においては共産党が軍隊を掌握するために政治委員を各部隊に配属して党の利益を擁護する検知から 舞台指揮官を監視していた。この政治委員を政治将校と呼ぶ場合もある。第一種冷蔵なつ服を着用した海上自衛隊幹部日本の各自衛隊においては、士官に相当する地位のものを幹部自衛官と呼称する。海上自衛隊ではそのおいた力、旧海軍譲りの士官という語を用いることも多い。例えば、士官室、当直士官、副次下士官、経営士官、 看板士官、機関科複次化士官、係士官など、管内編成において多く用いる。陸、海、空の各自衛隊では、防衛大学校を卒業したものまたは、各自衛隊の幹部候補生採用試験の合格者等を、各幹部候補生学校で数ヶ月から一年、程度教育した後に3位に任用することが最も一般的である。幹部自衛官は、 陸上では職種、会場、航空では特技に分類されるが、一般の幹部自衛官と医官、司会官たる幹部自衛官や音楽家の幹部自衛官等で法令上の権限等の差は設けられていない。なお、自衛隊の全員身たる保安隊では幹部保安官、警備隊では幹部警備官とそれぞれ呼称した。幹部自衛官に承認する場合、 自衛隊法施行規則第42条に則り、以下のような宣誓書に署名な印を行い、宣誓をする。私は、幹部自衛官に任命されたことを光栄とし、重責を自覚し、幹部自衛官たるの特捜の官用と技能の修練に、努め、率先推判職務の遂行にあたり、もつて、部隊団結の遂行革新となることを誓います。陸軍では、陸軍将校の階級となるのは、 大将中将将大佐中佐少佐。大位中尉将尉であるから1920年まで、旧韓国軍時代のままの階級大将、副将、三将、西梁、副梁、三領、西梁、副梁、三梁、マイナスを用いた。当初は、陛下分類は、階級名称においても反映され、スケイでは、陸軍大尉特別された。後に、将校官が、 各部将校に改められるに伴い、衛生部、経理部といった各部等でも同様の階級名が用いられるようになる。さらに1940年には陛下が廃止され、憲兵家と各部将校を除きいずれの陛下も階級の前に称していた陛下名を廃止単に陸軍大佐のように称した。将校になるには中学校や陸軍幼年学校を卒業して、 陸軍士官学校で学ぶのが一般的であった。士官学校卒業後4ヶ月間の見習い士官を経て、少位に任官した。ただし、後に陸軍士官学校本科が陸軍士官学校と航空士官学校に分かれると、航空士官学校は6ヶ月間教育期間が長かったため、見習い士官はなかった。他に兵や歌士官から選抜されて、 カリキュラムは異なるものの士官候補生と同じ陸軍士官学校で将校学生として教育される将位候補者や講師幹部候補生として予備士官学校を卒業して将校になる者も,もいた。太平洋戦争末期の不評部隊における幹部候補生出身の将校の比重は士団の急増とともに高まっていった。陛下の士官候補生の教育については 陸軍士官学校にじつ最終的な将校の関東表は次の通りである。制度上は、兵から下士官、巡士官、士官と順次進級できる可能性がある陸軍と異なり、学歴史上主義の海軍では、士官と学歴がない下士官兵では全く別の階層だった。海軍士官といっても、職種と任用前の経歴により大別すると、 正規の養成教育を受けた士官、商船学校出身や予備学生出身の予備士官、それと歌士官兵から累進した特務士官に分けられていた。そのうち士官は戦闘要員を主体とする陛下士官と戦闘要員を支援する技術士官にさらに分けられた。陛下士官は海軍兵学校、海軍機関学校で3年間教育を受けた後、 海軍将位候補生に命ぜられ、練習艦隊の訓練、続いて艦隊での実地勤務を経ると、海軍将位に任用されて、正式な陛下士官となって配属される。将位、中尉の間は広く、知識と経験を得させるため、看板士官、法術士、通信士など一通り何でもやらされるが、おおむね単位に進級すると、各種実科学校の高等科学生に入校して、 特性に応じた教育を、平時の場合は、約1年間受けた。十科学校の高等科学生を卒業すると、改めて勤務する軍艦において、教育された各科の課長、つまり、法術庁、水雷長、通信庁、航海庁、内務庁に就いた。技術科士官は造船課、臓器科、造兵科、水路科の4科の士官を総括していう。大学令による大学の工学部、 理学部在学中の学生から試験で採用、海軍学生、または海軍委託学生として、毎月一定の手当を支給。卒業と同時に造船注意、造兵注意に任官する。1942年11月、前述の四課は、技術科に一本化、官職名は、海軍技術注意になった。このか、主係科、軍医科、薬剤科、司会科、法務科。 看護科、軍学科も、将校でなく、将校総統官である。陛下士官のみが、将校としその他の都がに属する士官は、将校総統官とし指揮権はなく、昇進も、中上止まりである。なお、1904年以降は、東京高等小専学校や、神戸高等小専学校の生徒について、入校即日に、海軍予備生徒に任じ卒業後は、 予備少尉あるいは予備機関少尉に任官させた。高等商船学校生徒は在校中、海軍法術学校に6ヶ月間入校し、初級予備士官としての教育を受けた。予備士官は制度上は最終的に大差まで昇進できるようになっていた。これらは海軍の陛下、機関化の関係の変遷や階級故障の変遷に伴い、それに準じて制度が改正された。 海軍士官の階級、陛下将校のみ用いられているの場合、大将中将将大佐中佐少佐、大尉中尉少尉少尉候補生海軍において、陸軍と異なり、大佐を大佐、大尉を大尉と呼んでいた。ただし、大将は陸軍と同じ大将であった。大将のみ大将と読む理由は、司令官たる大佐が座上する機関については、 小将期ではなく大将期を形容するので、これと大象とを混同しないようにするためである。なお、近代海軍の基本となったイギリス海軍には、小佐、小位の階級がなく、大佐、中佐、大尉、中位の4階級制度が基本となっており、階級省の袖上の線も大佐が4乗線となり、以下一乗ずつ減税られることとなっていたの階級は、作られたが、少尉にあたる階級は、 現在に至るも存在しない。それに倣い、日本海軍でも1886年7月12日には海軍中佐、海軍中尉がそれぞれ海軍大佐、海軍大尉に統合されたが、1897年9月16日に再び分離しておかれた。明治初期は直接戦闘に従事する高等武官のみを将校として、それ以外は乗組文官であった。 1872年に、機関官などが武官に転換して、主官となる。1906年の明治39年1月26日直令第9号により、機関官の階級故障を陛下のそれに習う。1915年、大正4年12月2日直令第216号により、機関官が機関商工と改められる。1920年に、 大正八年九月二十二日直令第四百二十七号により、帰還症候及び予備帰還将校が将校に統合されて症候及び予備将校となる。九百二十四年に少将以上の陛下、帰還下の区別を廃止する。九百四十二年に将校の陛下、帰還下の区別を廃止する。長らく戦闘に直接従事する高等部官と、 機関化に属する士官と区別していたのは、有事の際に指揮権継承の優先権を、軍令商業令に基づいて、戦闘式の教育を受けている海軍兵学校出身者に与えるためであった。軍艦など高度な科学技術を用いて、設計、製造、配備、操作、運用、整備される武器、装備品や機関を取り扱うため、海軍の貸し官兵はそれら兵器類の取り扱いに、 修熟していなければならない。巡視官の兵装長が、法術家、水雷家など各家での実務面のリーダーである、手のひら包丁、信号長、電信長、手のひら整備長などになっていたが、歌詞官からの叩き上げでは、兵装長より上には、名誉進級か戦士に伴った、昇進の場合を除いて進級できなかった。日露戦争が終わると海軍は、 梱包外交方針により巨大な海軍力を建設しつつ、太平洋へも進出を企てているアメリカを仮想敵国に定め、1907年に初度決定された帝国国防方針をもとにした大県間計画の一環として、1915年から84、艦隊案の予算化整備が始まる。増加する新鋭艦艇へ、いずれか士官兵が多数必要となるが、 要因の熟練度を上げる要請は短期間では不可能だった。それで、歌詞官兵が習熟すべき実務に熟達している、兵装長をそのまま退役させるのではなく、陸軍にはない、特務士官という独自の寛解を新たに作って移し、現役低減年齢も50歳に伸ばして海軍に止めておこうとした。特務士官は実際は、海軍兵学校を頂点とする。 エリート意識がアイデンティティである海軍の学抜偏重主義、学歴史上主義のため、叩き上げの優秀なエキスパートであっても、将校とはされず、正規の士官より解雇されたため、時にスペコーという別称で呼ばれ、大田昭一のように自身の意見が聞き入れられないことに不満を抱く者もいた。軍令商業令での有事における、指揮権の異常では階級に関係なく、 兵下将校機関下将校兵下予備士官機関下予備士官兵下特務士官機関下特務士官主刑か士官主刑か予備士官軍医科士官薬剤科士官司会科士官の順であった。制度の変遷、編集1897年、明治30年9月16日直例第310号の海軍武官官会表では、特務士官の分類はなく、士官として歌手出身者が認じられる。 巡視官に、海軍兵装庁、海軍軍学庁、海軍戦勝庁、海軍機関兵装庁、海軍官護長、海軍筆記庁が高等官として置かれる。1915年、大正4年12月2日直例、第216号別表の海軍、武漢官開票では、海軍兵装庁、海軍機関兵装庁、海軍軍学庁、海軍戦勝庁、 海軍看護長、海軍筆記長の官解を巡視官から新設した特務士官に変更。階級の種類としては、明治30年9月16日直例第310号と同じであるが、海軍機関兵装長の並びの順位が上昇している。1920年、大正9年1月15日直例第10号により次のように解消。 海軍兵装庁海軍特務省委。海軍機関兵装庁海軍機関特務省尉、海軍軍学庁海軍軍学特務省尉、海軍戦勝庁海軍戦勝特務省尉、海軍看護庁海軍看護特務省尉、海軍筆記庁海軍主計特務省尉、海軍予備兵装庁海軍予備特務省尉、海軍予備機関兵装庁海軍予備機関特務省尉。同年4月1日。 特務士官で最も上の階級を、大尉相当官に改め、特務大尉と、特務注意を新設。1942年11月1日、特務士官の階級名から、特務との呼称が削除され、特務大尉大尉、特務注意注意、特務少尉少尉と改められたが、実際は、海軍廃止まで特務士官制度は存続し、必要に応じて、特務士官たる上と、 区別されていた。特選制度、編集兵装長新設後、特選により、士官たる注意、機関注意に進級できる道が開かれた。1900年に、初めての注意が誕生している。しかし、名誉進級か戦士に伴った昇進であり、注意として勤務できた者はいなかった。1920年の大改正までに昇進できた者も、約100名程度にとどまっている。 大改正以後は、特務中尉、大尉の階級が新設されたため、特務士官として上位に進級できるようになったため、対象年間には特選任用されたものは出ていない。1927年になり、主計特務大尉から士官たる主計少佐に昇進した者が現れた。当初は、予備役編入寸前に特進する名誉少佐であったが、1937年に、至り、 現役中に昇進する者が出てきた。海軍消滅までに、戦死者を含め各火薬1800名が、少佐に昇進している。また、1942年に、陛下2名、機関下1名の現役中佐への昇進者が出た。1942年に、飛行予科練習生出身者に限り特務士官たる、大尉から士官たる大尉への任用制度を創設。その後、 1945年に、特務士官たる注意、少尉から士官たる注意、少尉に任用できるよう制度が拡充された。しかし適用を受けられたのは大への任用のみで10名に満たない。戦後の自衛隊では、急に本軍の予科連制度を航空学生として引き継いでいるが特務士官制度は廃止したため、防大や一般大学の卒業者との区別なく、 幹部候補生学校で教育を受け幹部となる。ただし、一般幹部とは昇進のスピードが違うなどのキャリアパスに格差が残っている。軍隊の編成も参照英語圏などの陸軍においては、士官候補生及び、少位以上の位が士官、または将校と呼ばれ、それより、下の位は、下士官と呼ばれている。20世紀には、旅団、連隊、 大体のうちのどれかを省く編成が広まった。旅団省略型アメリカ海兵隊、ロシア陸軍、ロシア空挺軍など、連帯省略型アメリカ陸軍、ドイツ連邦陸軍など、大体省略型フランス陸軍、陸上自衛隊など内閣。ご署名原本、明治19年、直令第4号、陸軍部官官投票改正。ジャカー、2018年4月1日閲覧。 内閣。ご署名原本。昭和12年。直令第12号。明治35年。直令第11号改正。ジャカー。2018年4月1日閲覧。内閣。ご署名原本。大正8年。直令第427号。大正4年。直令第216号中改正。ジャカー。2018年4月1日閲覧。歴史群像シリーズ。 図説日本海軍入門187ページ。歴史群像シリーズ。図説日本海軍入門189ページ。別冊歴史特本26日本の軍隊14ページ。ありがとうございます。